さあ、それでは今日のゲームハイライトで振り返ります。46秒、ブラックサマーウィークエンドということで、球場の外でもいろいろな催し物が行われていました。 DJ ブースも出ていました。マリンズ先発二木、立ち上がり八場さん、はい、よかったんですよね。よかったですよ。今日はそのままいくかなっていう感じに見えましたよね、はい、中川には3球三振でした。そして田島、1回の裏、1番の荻野、先頭打者ホームラン。いや、何度見てもかっこいいですね、はい、これはねストレートかと思ったら本人はツーシームじゃないかっていうねコメントでしたよね。そうでしたね。マリーンズが1点を先行します。でさらに、いやこれは2回のバファローズです。キャッチャーの佐藤が杉本をアウトにするシーン、まあ、今シーズンは盗塁阻止率が高い佐藤です。さらにピンチだったんですが、ここは紅林三振、二木が踏ん張ります。そして2回の裏、マリーンズツーベースのエチェバリア、三塁へ進んで岡、いいバッティングでしたね。はい、ナイスバッティングですね。でもこれがエンタイトルツーベースにならなかったら、また三塁で攻撃できたんじゃないかなっていうのはねあるんですよね。あ、なるほど、はい、2対0となります。しかし、3回の表です。チャンスを作ったバファローズ、3番の中川が三塁線を破るタイムリーツーベース。これで1点を返します。この後、吉田正尚のファーストゴロの間に三塁ランナー帰って2対2の同点。そして2アウト三塁一塁、宗、強い打球、ショートエチェバリアが抑えきれませんでした。三塁ランナー帰って3対2とバファローズが勝ち越します。バファローズ先発の田島です。3回以降躍動感が出てきましたよね。急に腕が振り出しましたよね。マリンズ打線を抑えていきます。5回です。バファローズ2アウト2塁1塁で紅林、センター前のタイムリーヒット、バファローズに4点目が入ります。4対2、紅林はチャンスに強いですね、はい、昨年もねそういうケースが結構打ってましたからね、はい、その裏ノーアウト2塁1塁、マリーンズ荻野打っていってダブルプレー。これで2アウト2塁となります。そして高部、抜けたかという打球、セカンド山足取ってよく見ていました。サードへ送ってオーバーランの藤岡タッチアウト。これは大きなプレーでした。いや、よく山足も見てましたよね、もうある程度もうファーストを投げてもアウトにならないっていうケースでは、サードに投げることは多いんですよね。そうですね。ここはランナーを出したマリンズですが、岡のショートフライ、一塁ランナー佐藤戻れずというシーン、7回でした。ダブルプレー、これは痛かったですね。はい、はい、3回以降マリーンズは点が取れません。そして8回からマウンドに上がった坂本、この回先頭9番の若月が右中間スタンドへ一発、大きな当たりでした。これはね、若月のバッティングを褒めなきゃいけないですよね、はい、大きな大きな追加点、5対2 3点差になります。そして田島は8回まで投げました。8回、112球、まあ、ランナーは出してもしっかりと後続を打ち取っていきます。3回以降は点を許しませんでした。9回裏、バファローズはベテランの比嘉を送ります。先頭の井上ヒットで出たんですが、レアード三振、エチェバリアショートファールフライ、そして佐藤俊也センターフライ、
試合終了5対2バファローズがこの3連戦3連勝を飾っていますという今日のゲーム展開でした。